あの連氏は、鎌倉時代後期から、南北朝時代にかけての女房、高級、女院。五代醐天皇の側室、長期にして、小子内親王、皇太子年義親王、そして森長親王すなわち、五村上天皇らの母である。十三位に除されて三位内視、また陰謀宣言を受けて、新体検問院員と呼ばれた。父は、右近の中将、あの光連。 母は不傷だが、後に、当院金方の幼女となった。実家のあの家は、藤原北家家人流の公家であり、あの禅城の外村、実直を子祖としている。元は、元王元年に、五代五天皇聖妃である、西恩寺義子が、中宮のに作立された年、中宮の内市として宮廷に勤めた。その後、義子に内市として使えつつも、 五醍醐天皇の側室ともなり、小中二年に、常吉親王が出生したのをはじめ、五醍醐との間に、多くの巫女を設けた。聖妃であり、五醍醐から、絶大な寵愛を受ける吉子に比べれば目立たない、立場ではあったが、吉子に次ぐ長期として、現行の乱でのお帰国入るなどに投稿し、影から五醍醐を支えた。 和歌の才能と期待の美貌を誇ったヨ子に比べ、蓮氏は、裏方的な実務能力に優れ、裁判年には、新体験も人領人を発して、南朝の国政にも関与した。和歌においても、正規の直線和歌集に日衆こそしなかったものの、順直線である、新馬和歌集には20種が日衆している。なお、五村上天皇と敵対した北朝で書かれた、軍記物語、 太平記では、吉子から、五醍醐の長を奪った、慶成、慶国の悪女と描かれた。史実としては、蓮子が、表に対等したのは、吉子コ放後であり、その後でさえ、吉子が受けた、破格の長愛、長宮に優越したわけではない。如院昇伝によれば、生後、左大臣当院金方の幼女となったという。元老元年8月、西恩寺ヨ子が、 五代醐天皇の中宮のに作立された際、19歳で、中宮の内子としている侍医師なお、この時の同僚が戦時で二条派の家人の二条藤子、及び中宮のおばこ殿別当のおばこ殿である。1320年代前半に、小子内親王小中二年に、常吉親王を出産したのをはじめ、その後、五代醐との間に、多くの子をなし、 火力3年にはのりいなが新能が出生。原稿元年、元徳3年3月には、十三味に除され、三位内しと称した。三位局親方後原稿2年、元徳4年、前年の原稿の乱のために、五醍醐の沖頭ハイに随行する。兼務の申請が開始した、原稿3年の10月12日に、吉子が崩御すると、すでに多数の御子を生み、 五代醐の大きでの苦難を支えた日として対等する。県務元年1月23日には、連氏にとっての長男である、常吉新王が立体師される。県務2年4月には、純三皇の栄誉に預かった。新生が会後は、吉野先皇にも同行して、五代醐天皇を助け、その亡き後は、後村上天皇の聖母として、南朝の皇太后となり、昭平6年。 官納2年12月に、陰謀宣言を受け、昭平12年、延文2年9月落職した。昭平14年、延文4年4月河内関心寺で放御、去年59。家人としては、順直先週、新馬若週に20種が日衆した。後世作られた悪女伝説には、北朝からの変更を疑う必要があるが、連死に、官僚、 政治家として高い能力があったのは確かである。オンライン号を得た、昭平6年、官能2年以降は、南朝の国政に直接参与する能力を持ち、新体験も任領事を発して、山城国の議音者に明示適当を行わせたり、山和国際大臣の所領安堵を行ったりなどしている。日本史研究者の森茂暁は、この裁判連の連死の活躍について、 二将軍、北条政子を彷彿させると表している。北畠明家が、死に望んで書き上げた、北畠明家上層文では、助官の中に、尻主欲により、国政を乱す者がいると名指しこそしていないものの、連死を徴用する、五代五天皇を案に非難している部分がある。ただしこれはあくまで区下代表としての変更がかかった、意見であり、 客観的事実として、蓮氏の影響が悪いものだったかどうかについては、一歩、離れてみる必要がある。太平記は、蓮氏が、ことのみならず、貧姉であったために、五代五天皇からの長愛を独占したとする一方で、神聖挫折の一員には、蓮氏と森吉親皇による、政権内構想があるとして、面取りがないて、 夜明けを知らせると一家が滅ぶという中国のことわざを引き合いに出し、批判的な叙述を行っている。しかし、聖妃である、西園寺義子から、帝の長を奪った、京成渓谷の悪女という記述は、太平記以外には見られず、他の現存資料と一致しない。太平記内部でも四巻などでは、五大五と義子の中むつまじさが描かれており、連死悪女説は、 物語としても設定が破綻している。史実ではないことが描かれた理由として、太平記研究者の兵道広美は、一つ目には、編纂者が文学的効果を狙って、白、虚偽の監視、常用白髪人を下敷きに創作したことと、二つ目には、現行の太平記の一巻十二巻十三巻には、剣無政権批判を意図して、 室町幕府からの改ざんが加えられていると見られることを指摘している。南光首塚墓所については、関心寺境内の工房坂両母参考地、坂外の檜の清塚両母参考地などが伝承されているが、天授四年、令和四年に当時を参詣した、県明るの関心寺参詣書道巡礼記を参照すると、現在境内に南光首塚と称している。 五輪塔のあたりが真の女因母に相当するようである。太平記の印象の強さから一般的に悪女のイメージで描かれることが多い。ありがとうございます。